なるほど。さようでございますか。もちろん私どもがお力になります。ああご安心を。え、ああうちの八神をですか。いや大変恐縮なんですが、彼は先々まで手いっぱいでしてね。いつまで続くんだろうな、この八神人気はよ。なあ、沙織ちゃん。源田法律事務所です。ええ、八神は弊社の所属弁護士です。またご指名か。みんな無罪取れる弁護士がいいんだとさ、八神先生。参っちゃいますよ。あの裁判はまぐれもあったってのに。はっ、当たり前だろ。判決の 99% が有罪ってんだ。まあだからまぐれだろうが無罪ってやつはでけえ。取った弁護士はヒーローよ。元がゴロつき上がりでもだ。ですね。ですねってお前、いい気になってんじゃねえぞ。なってませんけど。そういう態度には見えねえな。あのな、勝てるばっかじゃねえんだ。俺は先輩としてお前に聞いてんのか。ご忠告ありがとうございます。どうしてもということでしたら、うちの身体が空いてます。八神より経験豊富な弁護士です。聞いたか、お前のおこぼれが回ってきそうだ。いちいちうるせえな。そんな、本当ですか。まあその点新谷なら。ええ、無罪。でもそんな、無罪は取ったことないですね。めったにないことですから。ご存知ですか、日本の裁判の有罪率は 99.9%。 とんでもない数字ですよね。え、ああどうしても八神を。なんだよやってらっしゃ。みんなうるさい。はい、ええ、本当に間違いないんですね。わかりました、伝えます。どうした。八神先生に弁護の依頼です。だろうよ。依頼人は大久保新平。ふーん、は？大久保新平って八神が無罪にしたあの？殺人で逮捕されたそうです。いや、だからその事件は俺が。前のとは別なんです。ついさっき大久保が包丁で恋人を刺した後、ガソリンで火を。なわけねえだろ。恋人を刺したって、大久保くんが恵美ちゃんを。そんな、なんでだよ。あの日、弁護士としての俺は、エミちゃんと共に殺された。連続殺人鬼。
大久保新平の手によって。こちら八神。海藤さん、そっちはどう？もうすぐだよ。今ドンキの近くだ。そっちに向かってる。野郎は見えてるか？あー、見えた。全然気づかれてないな。尾行の腕上げたね。おうよ、我ながら自分の才能が怖え。それは言い過ぎ。しかし面白えもんだよな、探偵が探偵を追ってるなんてよ。ドラマでもなかなか見ねえよな。そんなのいいから、慎重に。こっから俺も後ろにつく。ウェイ、おっさん、邪魔邪魔。うっせえな、おい。邪魔くすんだよ。おい、はあ、なんだてめえこれ。え、なになに、死にたいの？バカかこいつ。おい、何やってんだタボ。いや、チンピラに因縁つけられて、ついついって、お前が慎重にって言ってたくせに。チンピラって誰のことだ？海藤さん悪い、後ですぐ追いつく。適当すぎんだろ。なんだそれ、マジなのこいつ。へえ、オッケー、やる気満々じゃ。あちお、あちおってか。この野郎、上等じゃねえか。
てめえは。終わったよ、海藤さん。そっちは今どの辺？ピンク通りに向かう裏道だ。人気が減ってきてる。分かった。早く来てくれ。俺の尾行じゃそろそろ気づかれちまう。まだ追いついてないって。しょうがねえだろ。とにかく急げ。見失ったらお前のせいだからな。うわ、そういうこと言う。これは。と、追いついた。例の探偵だ。たく、ヒヤヒヤさせなって。悪かったよ。そろそろ溜まった家賃払ってもらうわよ。もうちょっと待ってくださいよ。あと1週間だけ。本当ね。次はもうないわよ。はい、必ず。よろしく頼むわね。それじゃ。やべえやべえ。
る。カイトさん、探偵はチャンピオン街の方に向かってる。チャンピオン街か。あそこは入り組んでるぞ。うん、そろそろ目的地ってことかもな。よし、鳩飛ばそっか。空からも追っかけよう。お、ドローン使うってか。カイトさん先回りしてスタンバっといて。分かった、任せとけ。張り切りすぎてまた壊さねえ。あれ結構すんだからさ。いいから、お前は探偵見失うなよ。カイドウさん、探偵はチャンピオン街の空き地に入ってた。あの先は行き止まりだ。今追ってったらバレるね。やろう。そんなとこに何の用だ。多分誰かと会う。人に見られたくない待ち合わせってとこか。なるほど。こっちは今鳩を飛ばした。見えるか、上だ。ちょっと待ってもらっていい？怪しいな。あ、オッケー、見つけた。じゃあスマホだぜ。ハートの映像を送ってやる。手際がいいな、カイトさん。操縦も安定してる。だいぶ練習した？仕掛けんな。あんま余裕がねえ。あ？誰かいるぞ。探偵の他にもう一人。やっぱ待ち合わせだったな。見た顔だ。確かカムロ町で競馬の飲みやってる。飲み屋？ってことはあの探偵、借金も返さねえで博打か？世の中舐めてんな。それよりわざわざこんなとこで飲み屋に会うってことは、多分金の受け渡しだ。ん？つまり今なら取りっぱぐれがない。俺らのミッション何だったっけ？探偵の借金取り立て。なるほど。踏み込むなら今か。見てな。人稼ぎしてくるよ。よし、行ってこい、タボ。しくじんじゃねえぞ。どうも。いい夜だね、探偵さん。なんだ。カムロ町の飲み屋はサービスがいいんだってね。当てれば配当は1割増し、外した馬券の1割は客にバック。ギャンブル好きにはありがたいよな。俺も今度やってみようかな。あれ、もう行っちゃうの？まだ探偵さんから金もらってなかったでしょ。
なんだお前、誰なんだ。うちの客の、そのまた客があんたに金返してほしいってさ、飲み屋から馬券買う前にね。取り立てのチンピラか、よく俺をつけれたな。チンピラとはご挨拶だな。俺はあんたと同業者。探偵ってことか。うん。あんた逃げ足早いんだって。で、うちに依頼が来たってこと。今持ち合わせがあんのを確認済み。もう逃げらんないよ。さ、おとなしく払うも払いな。確かに持ち合わせはある。でもな、返すのは馬でもっと増やしてからだ。それまで待っとけや。本気で言ってんのか。よくそんなずうずうしいこと。また今度だ。うなんでそんなもん。海藤さん、やつが逃げた。見てたよ。何やってんだお前。くそ、絶対逃がさねえ。往生際が悪いよあんた。うるさい。俺にはな、俺の返済計画があんだよ。
お前も探偵って言ってたな。名前は今さら名刺交換でもないだろう。八神だ。カムロ町の八神探偵事務所。ほら金渡してくれ。手間賃込みで15万。お互い紳士的に行こう。ふざけんな。こんな取り立てあるか。訴えてやる。おい、訴えるだ。てめえ偉そうに言えた口か。ちょっと海藤さん。なんだよ。何が探偵だ。ヤクザじゃねえか。うるせえ。借りた金返すのにグダグダ言いやがって。もう諦めな。その人を怒らすとマジで怖いよ。分かった、分かった。いいのか。この金取ってくならマジで訴えるぞ。見ろよ、鼻の骨が折れてる。鼻血が出てるだけだよ。だいたい先に手出したのそっちだろ。いや、お前が先に殴った。訴えたら間違いなく俺の方が。な、これ弁護士バッジ。お前探偵なんじゃ。どうする、本当に出るとこ出る。でもやっぱ相手が悪いと思うよ。賑やかな夜を楽しむならカムロ町はうってつけの街だ。だがネオンの光が眩しいほどその影は暗くなる。この街を牛耳ってるのは東日本最大のヤクザ組織
東城会。神室町はディープな場所で刺激的な魅力にあふれているが、同時に危険も増えていく。例えば遊び半分で盗みを働く若者たちの窃盗団。闇サイトで集まったメンバーは互いに顔も知らないという。警察はまだ彼らをただの一人も捕まえられてない。でも最近神室町で最大の話題はこれ、連続殺人だ。この3ヶ月の間に関西から来たヤクザが3人殺された。抗争中の東城会が見せしめにやったと言われている。こいつも目をえぐられてますね。3人のヤクザの6つの目玉は未だに見つかってない。そんな町の片隅で俺は探偵事務所を開いている。ただ一人の従業員にして俺の兄貴分、海藤さんは元東城会系のヤクザだ。そして俺は矢上隆行は3年前に法廷を離れた弁護士でもある。俺の持つ弁護士バッジにはもう飾り以上の意味はない。